こんにちは、空波です。はい、こちらは大原公園っていうの、これ前々からね、こう気になってたんだけどね、なんかこう入り口に鎖がついてて、公園っぽいんだけどね、なんか立ち入り禁止っぽくてね、怖くて入れないんだよね。なんかね、中にはちょっとこう気になる、なんかこう像みたいのが立ってて、一回入ってみたいんだけどね。まあちょっと今日はやめときますか。まあそうですね、今日は MT-01 で、走っておるんですけれども、今日はですね、一つ皆さんにね、なんていうかね、文句が言いたい文句何なんだよな、この元ブロガーはよ、まったくっていうね、はい、声が今聞こえましたよ、僕にもはい、そうですね、一つね、皆さんにね、お断りしておきたいんですけども、僕は、モータージャーナリストさんとかじゃないですよ。はい分かってるよね。本当に皆さんと全く同じですからね、全く同じレベルですよ。でもしくはバイクの情報とかね、そういったようなことに関しては皆さんの方が多分よく知ってます。あんまりちょっとね、チェックできてない部分あると思いますので、本当にそうですよ。そこはね、誤解しないでいただきたいですし、ましてや僕は例えばホンダとか川崎モーターズジャパンとか鈴木とかそういうところの社員でもないですからね、正直何の情報もないですよ。いろいろそういうオートバイの情報に関しては、まずね、そこは一つね、分かってほしいはい、ということでね、今日は、そうですね、新しくこう噂になってるバイク、その話をしながら、走っていきたいなと思います。はい、今日も、およそ MT-01 で走るには似つかわしくない道を走っております、お前よくそんなとこ MT-01 で走るなってね、僕の動画見てる方によく言われるんですけどね、もともとがね、空波は、オフライダー上がりですから上がりっておかしいかはい、オフ車に乗っていた人間ですのでね、あまり特に、別に何 cc でもこんなような道っていうのはそれほど怖いなと、いうふうに思ったことはないです。はい、ですのでどうかね、ご安心ください。お、車来た。最近ね、こうネットで、とある、本当かどうかまだちょっと分かんないけどね、噂の段階なんでしょうけれども、この動画がね、皆さんの、お目に留まる頃にはね、もしかしたら、何かしらの進展した情報っていうのが、出ているかもしれません。あくまでかもね、知れませんけれども、今日この動画を撮ってる3月現在では、川崎がね、もしかするとね、目黒、ジュニア S9、はい、これを、出すんじゃないかっていうような情報が、各、そうですね、いろいろな方面から、噂が出てます。はい、こういう噂って、俺ちょっとそういうバイクのさ、そういう業界の話っていうのはちょっとよくわかんないんだけど、よくそういう、なんていうの、バイクの、なんていうかな、ウェブのマガジンみたいなね、ああいうサイトで、なんていうかな、が、こう、何々の噂をキャッチみたいな感じで、出してあるけど、あれってさ、どっから情報で出てくるんだろうね。その辺をちょっと逆に、ちょっと知りたいなって思うところでもあるんですけれども、目黒といえばね、昔、日本の、有名なバイクメーカーで、その後、川崎に吸収されたのかな。で、最近そうですね、川崎の、W800 をベースとした、目黒 K3 ですか、はい、あれが、発表になって、結構ね、その度はだいぶね、とか、なんかこれ外装変更みたいな感じだけで、っていうような反応したんですけれどもね、それとは反して、世の中の評価は全く空波とは、逆だということはよくわかりますけれどもかなり売れてますよね。それは非常にいいことだなと、いうふうに思いますけれども、当時も昔ね、目黒には、S8 だっけ、ジュニアって、ジュニア S8、っていうような 250cc のね、非常にクラシックルックのね、今俺がその S8 なんかを見るとね、すげえかっけえなって思うんですよ。サドルシートでね、超スタイリッシュで、なんていうかな、本当に、今でも十分通用するデザインっていうのかな、ある意味こうエストリアが現代風にこうオマージュされた、目黒の、S8 ジュニアをね、マシンだとしたらですね、むしろエストリアの方が退化してたんじゃないかなと思うようなデザインなんだよね、今見ると。かっこいいなって思うような、バイクがあったんですけれども。
まあ、それの、新しい 250cc ですね、はい、目黒ジュニア S9、というのが、出てくるんじゃないかと、いうような噂が、まあ、僕もね、そのウェブの方の情報をキャッチをしました。でへあのまあ、川崎さん前なんか、公に出さないみたいな話をしてたような気がしたんですけどね、まあ、出すんだっていうふうに、まあ、それはねやっぱり、バイクこう好きなものとしてはね素直に嬉しいなというふうに、思いました。うん、そしてまあその後ねちょっと疑問に思ったのは、でもエストレアって2017年だっけ17年あたりでファイナルエディションで、もうやめちゃったから、そうですよね、今その例えば、目黒ジュニア S9 として出すとしたら、その一からね、バイクエンジンからその設計をしていかないといけないんじゃないかなっていうふうにちょっと思っちゃったんですよ。うん、でそうなってくるとねこれは相当期待が、まあ、大だなと、うん、まあかまあそうですね、 K3 の場合はもうほぼあのダブル800なんで、まあ、あのどうかなと思ったんですけども、まあ、1からね、もう1回あのエストレアみたいな、ねエンジンで、短気筒の、ね、ロングストロークのエンジンで、まあ、今の技術で、川崎モータースジャパンさんが、作ってくれるんだとしたらこれはすごく期待できるなと、うん、これはいいなというふうに思ってたんですよ。で思ってた矢先に、皆さんが僕の動画でね、僕の動画のコメント欄に、こういうことを書いてくるわけですよ。あの目黒、ジュニア S9、出るようですけどどうですかって、どうですかって知らないよ。そんなの分かるわけないじゃん。それとか、目黒ジュニア S9、出るみたいですけど買いますかとか。まあ、まあ買いますかもさ、まだそのなんていうかな、まだその絵面もないじゃん。だってあのあくまでもその雑誌社が、想像したさ、まあいわゆるそのなんていうの、こう恐竜をさ、じゃあ話が飛躍してきたけど、恐竜の骨格からさ、その元生きていた恐竜をさこう復元しましたみたいなさ、バイクでいうとそんな写真しか載ってないんで、だからそれの状態でさ、そのバイクはどうですかとかさ、だからそのバイクは買いますかとかさ、俺に聞くのおかしいだろうってちょっと思うよね。だから俺が何の情報を持ってると思ってるのか知んないけど、で俺その根拠は何よ本当に。もうだから何にも情報はないし、皆さんよりももしかすると俺はその辺の情報っていうのは持ってない、だから何もないんですよ。なのに結構、聞く人がいます。はい、あのこういう人たちに、一言だけ言わせてください。はい、あのやめてください。わかるはずないでしょって話だから、ね、逆に俺が答え始めたらすごいよ、やばいよ。あこれはこうでこうで、まあ馬力がこうでとかね、あのまあ今時前後ドラムなんですよみたいなね、いやすごいでしょみたいな話をしたらさ、どうなっちゃうのよそんな、あのそれこそ俺が訴えられるわ。はい、ということで何でも情報持ってませんから僕に聞くのやめてくださいね、目黒の情報は。うん、まあただねやっぱりちょっと危惧するべき部分っていうのはあって、それはねやっぱりそうですね、まあダブル800が、まあ、これ何回も言っててまた怒られそうだけど、ダブル800を、まあ、外装みたいな形でペイントとかね、そういうのを変えて豪華版みたいなちょっと感じにして、目黒 K3 を、まあ川崎さん出されたんで、ちょっと危惧するべきっていうのは、まあ、海外で、要するに、エストレアってまだ売られてるんですよね、確かね、あのダブル250っていう名前で売られてた、ないとは思うんですけれども、それを例えばですけども、まあ、排ガス対応をね、してきて、目黒ジュニア S9 としてあの売るなんていうことが、あったらですね、これはもうちょっと僕にとってはこう、二重の失望というか、そういう状況になっていますよね。まあ、ただあの初め自体がもうエストレアのエンジンが設計が30年も、前のエンジンですから、排ガス対応がね、まあ、新しい、まあ、企画には対応できないというような理由で僕はエストレア打ち切ったっていうような記憶があるので、ちょっと違うかもしれないけどね、はい、あのそういうふうに思っていたので、それやられちゃうと
とでそれであのエストレアで帰ってこなくて目黒で帰ってこられるっていう話になるとそれはちょっとどうなのよっていうね、いうふうな思いは僕の中では、あります。はいはい、でもねまあ、ただ、目黒に関してもねそれだけ売れてるわけですから、まあ、僕がどう思うと、まあ、それは、買う人がたくさんいれば、関係ないことだというふうに思いますし、さらに言わせてもらえば、まあ、どんなバイクだろうが、新しい、その試みとかね新しい車種が、出るということは、まあ、改定としてはね一つの新しい選択肢ができるということなので、そのことに関しては僕は、すごくいいことだなというふうには思います。うん、まあ、SR も終わっちゃいましたしね、それにエストレアももう随分前に終わっちゃいましたのでね、まあ、その辺でやっぱりこう、まあ、400cc、250cc、あたりの中型免許で乗れるね、本当に駆動感で、があってどこどこ、ゆっくりのんびり走れるっていうようなバイクが今ちょっとあまり見当たらないですからね、まあ、そういったような意味では、そちらの、まあ、目黒、ジュニア S9、はい、このバイクは、空並みも非常に、期待を寄せておりますけれども、まあ、今後のね、その動向情報みたいなのがあれば、それは逐一ね空波を要チェックと、飛行地じゃないけどね要チェックやって思ってますので、逆に皆さんがね新しい空波が知ってなさそうな情報があったらまた、コメント欄に、書いてください。皆さん逆ですよ、僕に聞くんじゃなくて僕に聞かせてほしいんですよ僕は教えてほしいんです。はい、皆さんがタイプです。はい、ということでね、はい、今日は、川崎のジュニア S9 というバイクがね、まあ、出るかもしれないというような噂が流れてますよと、いうことと、それに関して空並みになんかちょっと聞いてくるのはやめてよねとしつこい、はい、そういうお話でございました。はい、どうもありがとうございました。まあでも楽しみだね。うん。